武蔵野市でことし4月に開園予定だった市内初の認定こども園が工事業者の倒産で建設を中断している問題で市は一時的に市民会館などの施設を使い事業をスタートさせると発表しました堺こども園は武蔵野市内初の認定こども園としてことし4月に開園する予定でしたが園舎が完成しないまま工事が中断されています 堺こども園は市の待機児童解消の目玉事業として開設するもので、幼稚園と保育園の機能を併せ持っています。今年4月の開園に向けて81人の入園が内定していましたが、去年11月園舎の建設工事を請け負っていた業者が自己破産、現在も工事が中断された状態になっています。目玉的な施策だったもんですからえ、大変残念に思っています。早く。 再開をし工事を再開をし、なるべく早い時期に堺こども園の全体的な新しい施設をオープンしたいなと思っています。村上市長は会見で新たな業者を決め、工事を再開させるのは5月の連休明けとなる見通しを示しました。また、た園舎が完成するるのは秋以降となるため、 園までの間市民会館館や児童館の一部を代替施設ととししてて使うとしています。認定こども園は養保一体を掲げていますが幼稚園児と保育園児は開園まで別々の場所で過ごすことになり1歳から5歳までの保育園児26人が1つの部屋を使うことになるということです。